うん、あ、このキャミちょっと、あ、このキャミやってますね。やってる。このキャミうまいっすね。あ、G やってますね。G の竜はやってるけど、負けている。今飛び込み攻撃からしっかり。そうですね、いやいやいやいいが、ホンダですね。ついにホンダ来ましたね。あ、これだ。ホンダは非常に分かりづらい。まあ、この時点ででももう初任者じゃない可能性結構高いですね。違う、違う。もうホンダの時点でアウトですからね。そうです。野田クリスタルプレゼンツストリートファイター6初心者すぎ大会。さあ始まりました。いや、はい、この世で一番フレッシュな大会。そうですね。もうどんな大会になるかちょっと想像もつきません。はい、ちょっとまあ第1回なんで、うん、いろんなことが起きるかもしれませんけども、ちょっとそれも見守りつつ、こちらも初心者であるとこの大会。そうですね。まあ、そうですね。初めてですね。これという風な感じで作り上げていきましょうということでございます。はい、主催者の野田クリスタルでございます。お願いします。実況を担当しますアメコです。よろしくお願いします。解説の灰谷です。よろしくお願いします。お願いします。この X の方でも公開してますけども、今このちらで見られてる画面、はい、合計8画面、8画面がを同時に見て、同時にやるんですよね。はい、同時に今からこの同時に8対戦が同時に行われると。それを僕らが同時に見て、はい、誰が初心者かを、はい、見極めなくてはいけません。そうなんですよね。初心者の方の大会ですから。そうですね、はい。やっぱりこの直前まで話してましたけど、はい、何をもって初心者なのか、まあそうですね、難しいですよね。この辺の定義は相当難しいですよね。こちらはですね、まあ、ルールを説明いたしますと、まず普通に対戦していただきます、はい、その上で対戦を見て、この人初心者じゃないなと、うん、はい、こちら側の判定人が判断いたしましたら、名誉ある失格といたしまして、ね、対戦相手が勝ち上がるというルールでございます、はい、なのでもちろん、まあ、初心者が来てほしいんですけども、中にはちょっとやってられてる方がいるかもしれない、うん、まあ、もしかしたらね。だからこの辺のせめぎ合いの大会でもある。向こうが騙してくる可能性もある。まあそうですね、それはありますよね。もう一個のゲームであると、優勝者が経験者にさせないっていう、僕らの、いや僕ら本当に、ね、それが一番の目的ですよ、ね、初心者の人に最後まで楽しんでほしいっていうのが一番人狼ですよね。じゃあそうですね。これで経験者が優勝してしまうと、はい、もう一気に、いやそう、この企画倒れですよ、ね、企画倒れですね。2回目ないじゃない、2回目はないと思います、ね、それやっちゃったら。それをなんとか見抜いて僕たちで、はいはい、だ誰も勝ち上がらせてダメ、経験者は。そうですね、いや本当にそれはそうです。すごい緊張感ですよ。そうです、いやそうですね、うん、よし、じゃあ初心者釣り大会開幕。うえー、開幕です。お、始まってる、始まってる。もうジュリ対 A は、ジュリ対 JP になりますね。 JP、はい、こう飛ばしたらもう怪しいですからね。飛ばしたら怪しい。でもなんか変なボタン押してる可能性もある。さあどうだ、うん、お、あ、いいですね、いいっすね。あ、ちょっと待って、アシストコンボ、アシストコンボ、アシストコンボだけやってきた。いや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 、これジュリ、ジュリちょっとこれ、いやいや、ジュリやってるな、やってますよね。いやいや、これ上手すぎないですか、アシストジャックコンボ。あ、これうまい。アシストコンボ、こっちも G が始まりました。おすすめ、え、置き詰めしてますもん。あ、これも初心者じゃない。あ、これじゃない、これは失格です。なんで失格です、失格です、はい、はい、失格です。さあ、見ました、こっちも A のジュリ失格。こっちも始まりました。なんでね、ストゼロ勢っていう称号をつけてるところから、はい、あー、もうやってるじゃん。はい、失格です。てか持ってるじゃん、称号。メモっといてください、メモっといてください。確かに確かに、メモっといてください。まあ、試合はもう進めていきましょう。称号持っとるやん、試合進めていきましょう。いや、これなんかボタンを連打してます、これ。連打してますね。あ、で、C も。C も始まりましたね。C もでもね、C もなんか大丈夫そうですね。C も大丈夫。あ、キャンセルしてるぞ。あ、これルークやってますね、多分。ルークやってる。ルークやってます。E のルークやってます。いや、どうか、いや、ちょっと見てください。E のルーク。いいですか、いいですか。E のルーク。ちょっと見ていいですか、E のルーク。E のルークやってると思います、これ。ちょっと待って。見ましょう。見ましょう、見ましょう。E のルークちょっとチェックします。G は優秀ですよ。キャンセルしますね。いや、まあ、でも難しいっすね。でもアシストいい、どうですか。いや、でもこれ連打で出るんですよ、連打で出るのか、連打してるんですよ。単純にセンスがいい、うん、ボタンを押すセンスがいいかもしれない。なるほどね。俺、これはいい気がしますね。なるほど、はい。ただ成長しちゃうとやばいかもしれないですね、この人。確かに成長、かなり優勝候補にも優勝、ああ、待って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 、やってまい、あ、失格、失格。E のルーク失格になります。アシストコンボ、あ、最後。さあ、チームを、ホアが決まっている。本賞を出しました、今アシストコンボです。アシストコンボ、アシストコンボですよね。こちらどうでしょう。
インパクト。いやなんかね距離調整がまずうまいんですよね。ちゃんと歩いて近づいてるんですよね。ブランク怪しいな。ちょっと怪しいです。いやちょっとだから人狼の人狼の人狼匂いがするこの場合。ミサキが誰も分かってないっぽくて。はい。選手が。二先が分かってない。2回戦って、確かに2ラウンド、確かに。二先っていうのはですね、2回先に勝った方の勝ちです。でもラウンドじゃなくて、あの試合ですよね。試合2試合勝ったら勝ち。2ラウンド取ると1試合勝って、うん、それを2回 やりましょう。はいはい。2回。そうです。マニュアルにも書いてるんですか、ね、マニュアルも分かりそうになってもらって。私の二先は分かりづらい。ラウンドもある。こちらの責任でございます。はい。出ていっちゃった人はもういいという声が聞こえます。残儀、クラシックルーク。あ、クラシック DJ か。なるほど。あ、このキャミちょっと、あ、このキャミやってますね。やってる。このキャミうまいっすね。ちゃんとあのコンボやってました今。インパクトからしっかりあのオーディ、はい、あのアローからのストライク。マジかよ。あとアシストコンボちゃんとやってましたね。アシストコンボですね、はい。あ、ほらほらほら。うまい。あ、これだめ。だ置き攻めはもうダメでしょ。置き合いない重なるとかない。わあ、ちょっとさすがに。これ僕やってると思いますわ。あ、ブランカ仕掛けますかじゃあ。やってる。で、このあの C のキャミはちょっとうますぎますね。うますぎはい、この人はシンプルにもうそうです ね経験者で、うん、初心者ではないです ねこの人はちょっと俺は失格だと思います。ちゃんとガードもできている。うますぎると思います、うん、シンプルに。あの謎に謎に同説5000人ぐらいいます。えなんでなんで謎に同説5000人というお話を伺いました。謎の大会です、ねはいはい、ありがとうございます皆さん。ありがとうございます。あ、ちょっとやってるやってる。じゃあこれは誰だ、この竜やってますね。あの G ですか。あ、 G やってますね。 G の竜はやってるけど負けている。抜きすぎてるんじゃないですか。ちょっとややこしいぞ。いやだからその力を解放しよう、なんですよ。なんだかな、持ってるけど。やってますよ。やってますよね。あーやってるやってる。前を連打してる。前を連打してる。前そうです。今ライバルと前連打してた場合に、はい、今出ます。そうで一応出ないこともないんですよね。なんてややこしいんだ。モダンのせいだすべて。そうなんですよ。モダンのせい。モダンのせいだこれ。ちょっといいの DJ やってるな。いいの DJ やっている。いいの、まあ、クラシックなんですけども。はい、クラシック。なんか前歩き、こう前後感が。あ確かに。前歩きやっぱムーブ感がやっぱこれはちょっと隠しきれてないですか。隠しきれてない、なんかこの前歩きなんか技単発で出してるけども止めてるけどもやってる感があるんだよな、ね、まあ距離調整してる時点でちょっともう やってるなって感じ、ね、やってるなって感じしますよね、うんはい、うまいっすよね。あ、でも負けるんだややこしいな。それを聞いてみたいな。そうなんだ、ギリギリ勝つっていう作戦もあると思う。なるほどね。その一本取らせて安心させてから、うん、実は、はいはいもうチェック外れた後に2先取ってって可能性もあると思うんですよ、はいはい、俺らが、ね、見てない瞬間を狙うってことができるんだよね。そうそう、だから僕らがもうこの試合見なくていいやって思った後に2先取ってる可能性もあるんですよ、うんうん、ちょっと B 見てくださいみたいなこと言った瞬間に今だって言ってそうなんですよ。いうパターンもあるんで、だからちょっとチェックはしちゃダメですよ、うん、しかし DJ 今インパクト返ししましたよ。ちょっと待ってください。ちょっと怪しいぞ。インパクト返しはたまたまできるもんではないぞ。インパクト返しも結構ね、とっさに手癖が出ちゃう部分なんですよ。ああ反射で出ちゃうんで、うん、なんかちょっとやってる気がする。あ、投げてますもんね。なんかあ、でもどうだろう。ゴールドタイムライどっちだこれ。いやちょっと見ましょうか。じゃあいいの、うん、ちょっと分かんなくなっちゃう。僕ちょっと分かんなくなりました。ちょっと見ますね、はい、いや今のね、やってますよね。くぐって投げてます。ちょっと癖出ちゃってますね。投げも結構とっさに出るんですよ、投げとかも、はいはい、あ、密着した瞬間押しちゃう感じなんですよ。今のその出てたんですよ、ね、ものすごく雑にやってる上手い人って感じ。いやそうですね、うん、いい。俺ちょっと DJ やってる感じしますね。やってますよね。あー、歩きガードした。あー、これやってやってこれ失格ですよ、これ失格ですよ。あー、失格失格失格、E の DJ 失格です。今、歩きとっさにガードしましたもんね。確かに、歩きガードはね、はい、歩きガードはもうダメです。歩きガードはね、論外です。あんまり怒んないんですよ、おそらく。そうですね、初心者の方がやった時に、うん、起きないですね。結構、同じ方向失敗したり、ジャンプしちゃうんですよね。そうですよ、そうですよね。僕たちの目はごまかせませんよ。いや、オダムさん、うまいよな。うまいですよね、明らかに。うん、上手だなって。F は大丈夫ですか。今飛び込み攻撃からしっかり。そうっすよね、いや帰れ帰れ、お前帰れ。上手すぎるでしょ。ジャンプ攻撃からちゃんと繋いでる時点でもう初心じゃないですか、うん、はい、F の DJ 失格です。てかね、俺絶対に DJ 怪しいと思いますわ。確かにね、そうだね、はい、DJ はやっぱ難易度高いんですよね、キャラ的に。 DJ 使ってる時点で俺ちょっとね、 F の DJ 失格です。初心じゃない気がしますよ。いや、この人ね、マジでうまかった。使います、初心者、このキャラ。いや、強いの。いや、ところが初めて見た時、ところがね、意外とね、その動画とかで見た時にノリがいいっつって使う人いるんですよ。なるほどなるほど。魅力ゼロでしょ。
DJ スカイに謝れ。強いから使ってる人、強いから使ってる人がいないだろう。いやいやいや、そんなことないんですって。初心者強くか分かんないですもんね。意外とそんなことないんですって。そう、結構ノリノリでいいっていう人いるんですよ。じゃあもしかしたら普通にキャラがかっこよくて使ってる人もいるかもしれない。いや、そうそうそう。それがどうか知らんだろう。H はだいぶ幸せな、平和な幸せな あ、でも DJ いますよ。あ、DJ いました。ちょっと DJ チェックして怪しいですよ。しかもクラシックですよ。いや、待って、クラシック DJ のね、DJ みんなクラシックなんですよ。だからもう、だからもう失格なんですよ。失格でしょ。 DJ の時点でもう、じゃあ DJ はダメだ。クラシックの時点でも DJ ダメ。 DJ ダメか。初心者が使うわけないんだから。いや、そんなことないんだ。そんなことないんだって。ここちゃん。まず負けてみる。まず負けてみる。確かに。でも負けるんですよね。さあ、他は、うん、C は結構 C 大丈夫そう。楽しそう。うん、下中パンチ、え、下中パンチしか打ってないでしょ。下中パンチが今グラディウス行きましたよ。行きましたね。あんな足とこもないですよ、ちなみに。下中パンチはグラディウス。あのね、これね、やっぱりニュートラ三角に関しては出る可能性あるよ。いや、でも今のあのジャンプ攻撃の低さ見ました。いやいや、相手の足にちゃんとジャンプを当てます。確かにそうだけども。いや、ちなみに今このちょっとこの周りだダメですって。ダメ？今アムネジアの球をパリにしてました、手癖で。それはダメでしょ。はい、失格失格。今ね、本性を荒らしました。あっと思ってパリにしました、今。アムネジア取られた後。見逃しませんよ、はい。あ、それはダメですね。これ絶対初心者じゃない、この人。アムネジアパリするのは、うん、不自然。これはさ、あかんっすね。そんなわけない。そんなことするわけがない。うん、ほら、今負けてるけど、絶対この人やってるし。ああ、もう。今放送聞いて、ダウト、あかんっつって、まあ、ポイント下げようとしたんでしょ、俺。ダウトですね、これ。失格です。失格ですね、俺。はい、C のマリノ失格です。C のマリノ失格です。うますぎますね。父のは赤らしいですけど。さあ、こちら、F の方が始まりましたね。ブランカ対マリーザ。ブランカもちょいちょいいますね。そうですね、結構、まあ、もしかしたら昔やってた、ね、そう、野田さん、そのレッテル張りがすごいですね。昔ブランカは昔やってた人。昔やってた。選ぶわけがない、初心者が。初心者が絶対選ばれる。ブランカの DJ を選ぶわけがない。選ぶわけがない。選ぶわけがない。DJ とブランカに弱いに違いないと。厳しいですよね。弱いに違いないと。まあ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 。まあ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 。やっぱこのモダン。の強さですね。そうですね。モダンで今。ワンモダンで。ん？ちょっと待って。どうですか？なんか SS3 決まった。F がなんかコンボで SS3 決まった。え？あれ？え？コンボダメージ5000って書いてあるんですけど。本当だ。5000って。5000って出ます？5000はまあ半端じゃ絶対出ないですね。グラディウスからの。あと S あのアシストコンボかもしれないですよ。あ、アシストコンボから出ちゃう。アシストコンボでもアシストコンボしてる時点でまあちょっとおかしいんですけど。これちょっと怪しいムーブじゃないですか。怪しいっすね。その、なんか1個の技出してますよ感で。あの、そうそう。1個の出してますか、出してるんですけど、ちゃんと強い技出してるんですよ。勝ちにいってるんですよ。ね、しゃがみ S、はい。ちゃんと勝ちにいってる技振りなんですよ。F バリーザどうですか？でもね、アシストコンボに行ったらしいです。じゃあ、ダメっすけどね。ほんまは。アシストコンボ行っちゃったらしいです。アシストコンボ行った後にファランクス連打は、怪しい。てか、まあ強いっすね。強い。はい、これ強いっすね。うますぎるんじゃないかなっていう。うますぎるっていうか、まあ、こんなことされたらもう。これは優勝しますね。これはね、これは許されない。優勝すると思う。これ許されないっすね。これ優勝します、多分。F マリーザ許されないかもしれないです。難しいっすね。でも今、しゃみ方、あ、でもこれ、やっぱしゃみ方してますもん。あ、でもこれ、あ、これうまいっすわ。これ人狼です。これ人狼です。はい。これオオカミですね。経験者です。オオカミ。ブロンズ、これ多分普通にブロンズの方だ。普通にブロンズしたんで、この人は、まあまあまあ、初心者すぎではない。初心者すぎではない。失格です。失格ですね。はい。はい、この人はちょっと。いや、俺、見ちゃったんですよ、アポロウサをね。いや、よかった。今、ハメコさんが見てくれたので、発覚した。はい。いや、危なかった、危なかった。見逃すところでした。非常に危ない。安心して今ね、A 見てた。F、E 見てたんで、危なかったです。よかった。ほら、うまいもん。ああ、もうだから画面足インパクトからアシストコンボ。だからもう近くなったから、もう近くなった。もう解放してるわ、解放してる、力解放。ああ、もう本気出して本気出して、どうせ近くやった。いや、上手でしたね。いや、うまいってことですね。うまいっす、うまい。うまいぞって意味です、皆さん。なんて言うんだ。もう強パンチで進んでいってるんですよ。あの距離調整をもうこの強攻撃にするっていう。確かに。あのバイオの縛りプレイがありましたね。銃を構えるだけで進んでいくやつ。これめっちゃいいですね、竜の攻撃。これめっちゃいい。当たったらターゲットコンボになるっていう。竜の恐怖。これはね、いい戦略。これはいいですね。これはね、めっちゃいい。俺竜ちょっと進めようかな、これ。非常にいいですね、この竜。ちゃんと攻めれてんのがいいですね。ボタン連打、うん、あ、前にも歩いた、ね、前も進めるんだと。ちょっと分かり、今ね、気づきましたよ。気づきを得ました。いいですね、うん、あ、成長しました。成長した。あ、いや、大会の中で成長している。素晴らしい。いいっすね、うん、結構おすすめキャラかもしれないですね。俺は多い。で、B の方もね、試合の方は B はね、今のとこは
まあ、かなりうんそうですね、うん、平和な感じが。だただね、アシストボタン押してるんですよね。ちょっと俺モダンチュンリーですから、俺の目はごまかせないんですけど。ああなるほど。あのアシストボタン押しながら戦ってるんですよ、ね、全部アシストボタン押してる、このチュンリー、うん、なるほど。いやそれがちょっと怪しいんですよね。そんなんできるのかと。少なくともアシストコンボの存在は知ってるんじゃないかなっていうのが、はい、あのちょっと見えましたけど、今ちょっとエラーが出ましたね。エラーが出て、ちょっと一体、はい、やっぱこのチュンリーの人はちょっとうまいっすね。うまい、はい、初心者ではないっすね。初心者ではない、はい、まあ、初心者もしないですけど、初心者すぎでは絶対ないから、まあちょっと失格でもいいのかなぐらいのうまさはちょっとご確認ください。ちょっとあるかなと思っちゃいますね。ちゃんと攻撃ができている。なんかちゃんと相手の距離まで近づいて投げたりとか、なんかそういうのがちょっと攻めがちゃんとできちゃってるんで。うわー、もう今のとかうまいっすね。SA をインパクト返しましたよ、今。インパクト返して、いやこの人うますぎます。これ優勝しちゃいます。インパクト返しました、今。インパクト返した時点で論外ですから。インパクト返して、私と中コンボ大反則なんで、まあ、うまい大反則、まあ失格ですね。インパクト返しは大反則です。今噛み合っただけに見えたけど、もうあんなことやられたら、うん、そうですね。だからまあその後のコンボがね、はい、コンボがしっかり上手でしたよね。ちょっとしっかりすぎてるんで、さすがにちょっと初心者すぎではない。シートですよ、これ。ダルシムは大丈夫だったんですか、結局。あ、今アシストもやってますけど。なんかね、やってるんですよ。やってる。なんか普通にブロンズなんですよ、多分この人。そうですね。多分リアルブロンズのダルシム。リアルブロンズレベルで強い。でもブロンズは初心者すぎではありません。そうなんですよね。うん、やっぱ上手いですよね。この大会ブロンズの人は上手ですよね。すごい。ブロンズはもう無双するんで。この大会そうだ、ね、確かに0点垂直ジャンプテレフォン感じゃ、もうじゃあこの動きはもうだって強い行動してこの動きだけで勝てるもん。さすがにアウトですね、うまいわ、はい、C のタルシもアウトですね。 C のタルシもアウトですね。上手だ、確かに。一番あのこれ注意しなあかんのが、この時に龍がってパターンもある。いやそうです、あ確かに今までね、はい、結構あったっすよね。多分それで勝ち上がってきてるんですよ今の初心じゃない人。なるほどなるほど、ね、判断を誤っちゃダメだ。そうなんですよね、逆にってのがあるんで、やっぱ相対的に見ちゃいますからね。そう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 、こっちやってるからこっちは大丈夫でしょみたいな、はい、っていうのが一番危ないですよ。確かに、うん、これよくあるパターンですよ、両方とも黒いっていうね、うん、あここに来て、E がホンダですね。ついにホンダ来ましたね。あこれだ、ホンダは非常に分かりづらい、まあ、この時点ででももう初任じゃない可能性結構高いですね。そうですね、モダンホンダ使うってことも初心者じゃないですね。ためっこの…あー、初心者ないですね。あー、ため、はい、今、ため技出しました、ね、怪しいですね。スーパー…あ、ためてます、ためてる、ためてる。はい、違う。もうホンダの時点でアウトですからね。そうです、まあ、もう右下見てください、もう今みたいな、このこういう…そうですね、そういう…あー、いいですね、うん、絶対優勝したらダメですからね、ホンダに、うん、すぐ近くにしないと強すぎるんだから。強すぎる、そうですね、こんなんだけやな。ラスボスだよ、こんなん。あー、このホンダもダメです。あ、これ、あ、これ失格です、このホンダ。え、止めてるじゃん。あ、もうだからダメです。もうこれはもう上級者。あ、シルバーってか、リアルシルバーだ。あ、リアルシルバーですね。これはもう普通に失格ですね、うん、シルバーのホンダとかも勝てるわけないですから、うん、絶対勝てないだろうな、はい、あの D のホンダ失格です。 D のホンダ失格、はい、これもしかして多分ホンダもう2回戦で全滅する。そうですね、もうホンダの時点でだいぶ選んだ時点で失格でいいです、うん、ホンダなんてダメだな、うん、この GP クラシックですけどすごい動けてる気がするんですけど、どうですか。中盤、あ、もう中盤が強いですね、やっぱ、ね、振ってる時点で。うーん、どうだこっから。まだわからんぞこれ。あ、どうですか。え、今日から今ストーリーボールキャンセルしました。あ、ちょっと上手くないですか。あ、いや、この人はもうダメです、経験者です。うまいですね、コマンドうまいもん、ちょっとうますぎますね、コマンドうますぎますね、はい、ちょっとこの人はダメだね。確かに、この人、いや、てか普通に言うと格ゲーマーじゃん、うん、この G のルーク、G のルーク普通の格ゲーマーカラーもボンちゃん見てるさ、参加してるじゃん、普通に。分かるでしょ、これボンちゃん見てるからね、はい、あ、じゃあまだクラシックの DJ 出てましたよ。え、あら、 A でまだ残ってたか。なんで DJ が来るの。どういうまだ生き残ってたか。そんなやついるわけないんだからさ。あー、もう強い。初心者大会でクラシック DJ のクラシック。そんなやついるわけないんだから。コパン。ちょっと G のルークはうまいと思います。まあ G のルークはまあ、はい、G のルークはこれね、やってます。もうね、カラーもだって格ゲー知ってるカラーだもん、これ。ね、ね。ダメでしょ、これ。ボンちゃん。あの、ボンちゃんみたいな色したら。ボンちゃんから。いやー、この DJ の人も、まあ、うまいですね。ちゃんとため技を出してますね。しゃが、あの、後ろためて、エアスラッシャー出してますね。あ、いや、このクラシックの DJ だとアウトですわ。アウト、普通にあの、もう、あの、ため技をちゃんと出せちゃってる。ほら、コンボ、アウト、アウト、アウト、A の DJ アウト。今もう本性を表しました。はい、もういいやってなった。本性です、もういいやって。隠し通せないと思った瞬間に開き直って。あ、毎中継がカウンターしたから、しゃがみ中盤からローキンサーズ今のね、開き直りコンボはもう、オオカミですね。出ちゃいましたね。あ、この DJ、やってるな、インパクト返したっていう声がスタッフから聞こえました。え、この H ですか、はい、H の DJ やってる。インパクト返した僕もね、なんか H の DJ 動きいいなっていう感じはしてるんだけど、どうなんだろ もう DJ の時点でまず怪しいですからね。そうですね、DJ 自体そんなわけない、選ぶわけないんだろこんなキャラ怪しいな、うまいな、
だ今のえ今の誰返しました。やっぱ H の DJ ですか。え H？ H の DJ。やっぱ DJ やっぱインパクト返してる。H の DJ インパクトだけ返してる。あだからとっさにやっちゃうんですよ多分。普段は手なりあの初心者で撮ってるんですけど、ね、テック性でインパクト返しちゃうんですよ。インパクトってなんかもう自然に出しちゃいますもん。そう溜めてる。溜めていやこれ DJ 今失格ですよもう DJ は。H の DJ これ失格っすね。はい、もう失格っす。あいやコマンド出してるなこのラシード上手いっすね。C のラシードも失格。うん、いやそうですね。結構怪しい。ちゃんとコマンドは出せてます。なるほど。とりあえずあのクラシックで。今見えるところが多くて。ちょっと同時間で今全部動いてるんで、ちょっとしっかり。これ結構危ないですね。ここくぐり抜けてくる可能性あるんで。うん。でこのラシードはでもね、生かすとくと危ないっす。多分。ここで仕留めとかないと。確かに台風の目による。はい、ちょっと危ないと思います。逃がしとくと危ない。いいな。はい、あのこのラシード DJ 失格っすよ俺。え、あのさっきあの、はい、インパクト回収だったっすよね、はい、そうっすねもう DJ いいっすよもうDJ はいいっすよ、うん、DJ 失格DJ が失格これでも2人ともインパクト連打してる説があるんだよあれちょっと待ってほんとそうだねマジかあじゃあさっきから確かにスタッフが言っただけなんだジュリーの人が確かにまだインパクトかなり連打してるから確かに我々が実際の目で見たわけじゃないですよ情報で垂れ込みなんですよ垂れ込みでインパクトってお互いインパクト押しまくってる確かにそれはあるんですよこれだもしかしたらそんなことないかもしれない冤罪の話なんですよね、うん、これ冤罪かもしれないな、はい、冤罪インパクト冤罪そうそうそう見てないんで確かに現場は押さえてないんですよこれは確かに良くないその声を聞いてジュリーの人がクソうまい歩きガードしてたんだよな怪しいですねと詩人逮捕ちょっと待って分かんなくない A ちゃんいいんですか見逃したことどっち見逃しちゃっていいですか今これはね僕が見た限りではなんかたまたまインパクト返しだった気がしましたけどまあ結構ジュリーの人実際にインパクト連打してたから俺も見てないんで確かに見てない人を逮捕するのはちょっとそうですねどうなのかなと思うんでそうですじゃあ H はもう大丈夫です。H 大丈夫。泳がせで泳がします。します、はい、しかもだって勝ったのジュリだし。そうそう負けちゃったし。あ負けたんだ。言うて結局。いやだからインパクトの報告されて抜きすぎてってパターンもある、ね。ああまあね。分かんないそこは。確かにこの報告によってもういいわってなるっていう。そうなんですよね。こともあるから。はい